僕は悔しい。あれ、メガネ君？え？わあ。あれ、リピョン？え、リピョンって、あなたは確か。この前はありがとうな。え？だけどどうしたんだ？落ち込んでたみたいだけど。いや、そのこの前のお礼だ。困ってるなら俺でよければ力になるよ。はい。リッピョンをバカにされたんです。え？そんなアイドル知らないって。僕はもうそれが悔しくて。そっか、そんなことが。僕の中ではもちろんリッピョンが一番です。他のアイドルなんかメジャーありません。でもやっぱり世間一般じゃ知られてないですよね。まあこの時代アイドルはいっぱいいるもんな。だけどもっと悔しいのは何も言い返せなかったことなんです。どういう意味だ？歌だってもっと上手な人がいます。ダンスだってもっと上手な人がいます。それでも僕はリッピョンが好きなんです。だけど何も言い返せなくて。そっか、そんなに好きなんだな。はい、もちろんです。だけど言い返せなかっただなんて、リッピョンに顔向けできません。ファン失格です。なあメガネ君、前にさ言っていたよな。だから一歩ずつ階段を登っていってほしいんです。シンデレラストーリーの階段を無理せずに一歩ずつ、その一歩一歩を僕は応援したいんです。だから俺もそんなメガネ君を応援するよ。え、どういう意味でしょうか？リッピョンをトップアイドルに育て上げる。そうすればメガネ君も胸を張れるだろ。でもまあ急には無理かもしれない。だけど一歩ずつ登っていけばいいんだ。俺に任せとけ。それじゃちょっと頑張ってくれ。って言っちゃいましたか。だけど育てるって一体どうやって？なんだ、こんな場所に隠れていたのか。え？さすがに街中でファンに見つかりたくはないよな。はい、そうだ。人は何か言っていましたか？だけど言い返せなかっただなんて、リッピョンに顔向けできません。そうだよな。どうしたんですか？リッピョンのことを応援してるって。だからリッピョン、トップアイドルを目指そう。え？いきなりどうしたんですか？やっぱりトップアイドルになるには歌とダンスが重要だ。よし、まずは歌の練習に行こう。中央通りのカラオケバサラだな。よし、歌の練習だ。朝日さん、急にどうしたのでしょうか？約束したんだ、メガネ君と。約束？いっぱい歌いました。そうだな。だけどさ、一曲目のあれはなんだ？秋葉海峡夏景色ですよ。とっても有名な歌です。演歌だよな。はい、そうです。やっぱり拳は勉強になりますね。で、2曲目のあれは？スレムスラブティーンスピリッツです。これも名曲ですよね。アイドルがグランジロック。シャウトもいっぱいできたのでとっても気持ちよくなりました。アイドルの歌練習ってこういうものなのか。え？まあいいや。それじゃあ次はダンスだ。
ちょっと苦手です。だったら私の出番ね。サキさん。なんだサキ、ダンスできるのか。できるってほどじゃないけど、一応踊ったことはあるわ。それじゃあ行きましょう。駅前広場なら広さはちょうどいいかしら。妄想宮に入るっち、オイラは留守番でいいっち。妄想宮っち、一丁入っとくっち。よし、ここなら大丈夫ね。リュウ、頑張ります。おお、頑張れ。はぁ、はぁ、リュウ、もうダメです。お疲れ様、リュウちゃん。なかなか上手になったわ。これでトップアイドルに一歩近づいたな。道のりは遠いです。応援してるよ、リッピョンならきっと大丈夫。だけど朝日、急にリュウちゃんを育てるだなんて、一体どうしたの？男と男の約束だ。頑張ってね、リッピョン。なんだお前。は？は、じゃねえよ。お前、今ガン飛ばしてたろ。飛ばしてねえよ。変な因縁つけてくるんじゃねえ。行こうぜ、橘。あ、おい、ヤマト。お前ら、覚えとけよ。たく、何なんだよ。お前、目つき悪いからな。ほっとけよ。いました、兄貴。ガン飛ばしてきたのこいつらです。あいつ、さっきのやつじゃないか。なんか仲間連れてきたみたいだけど。ふん。おい橘、人気のない場所に案内してくれ。どうするつもりだ。蹴りつけてやる。まったく、面倒ごとに巻き込まれるなんてね。お前なんか楽しそうじゃないか。気のせいだ。ほら、さっさと案内しろって。あんまり人前で暴れんなよ。ジャンク通りにでも移動するか。兄貴、逃げていきます。ここならどうだ。ダメだ、ここじゃ一般人を巻き込んじまう。一般人ってノリノリだなお前。罪のない人間を巻き込むなんて、そんなこと俺にはできないね。こりゃ聞こえてないな。じゃあ移動するか。あいつらついてきてるみたいだしな。とりあえず裏通りでいいか。ヤマト、ここならどうだ。ダメだな、ここでもまだ被害は出るだろう。お前本当に楽しそうだな。いいか、これは漫画じゃないんだぞ。一応言っておくけど、俺たち絡まれてるんだからな。ふん、分かってるよ。元はといえば、お前の目つきの悪さがいけないんだからな。いいから次の場所へ連れて行け。はいはい、
じゃあ UBX の端にでも行くか。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。こことかどうだ。人も少ないし十分な広さもある。ああここなら問題なさそう。そして交番も近いしな。なんか言ったか。ああなんにも。やっと追い詰めたぜ。お前らか。俺の可愛い射程にガン飛ばしたのは。いやお前らじゃなくて飛ばしたのこいつ一人だから。立花だって事実だし。まあいい。おいお前ら、俺に関わること後悔させてやる。なんだよその目は。お前もしかして筋もんか。なんだよそれ。こういうこともあろうかと仲間を呼んでおいたんだよ。おいお待たせ。でこいつが例のガキか。まとめてかかってこいよ。おいヤマト、遊びはここまでだ。逃げるぞ。何言ってんだよ。逃がさないわよ。ふわ、また増えやがった。ち、数では劣勢だな。さすがにこの人数はまずいんじゃ。やってみなきゃわかんねえだろ。お前ら殺されたいのか。その手に持ってるのはあの何でしょうか。見たらわかるだろう。バタフライナイフだ。いや意味わかんねえって。ヤマト、いいから逃げるぞ。そう簡単に逃がすと思うか。くそ、ここは我が引き受けよう。お前は見ていたぞ、世界を綴る失笑。もしかして助けてくれんのか。早く。わかった、逃げるぞヤマト。だから俺は。いいから早く。とりあえず駅だ。人混みに逃げ込もう。では手合わせ願おう。ん？いいぜ、相手になってやるよ。ボール。ここまで逃げれば大丈夫だろう。だけどごめんな、俺もちょっと油断しすぎた。ふん、ナイフなんかにビビったりしねえよ。つか、あいつ大丈夫なのか。ナイフ相手はいくらなんでもと思ったけど、大丈夫か。よくわからない武器持ってるし、それにあいつあの前髪でマガンでも隠してたりしてな。あんなに伸ばしてたら目が悪くなるだけだろう。あ、そういうことか。何がだ。いや目の話だよ。ヤマト、あの看板の文字読めるか。いや。やっぱりお前目が悪いんだろう。でその目つきになったと。ふん、深夜アニメの見過ぎか。仕方ねえだろ、弟たちが寝てんだ。電気つけるわけにはいかねえよ。アニメの方は否定しないんだな。今更だろ。ま、そりゃそうか。だけどやっぱり優しい兄貴なんだな。ほっとけって。今だって家で留守番してるんだろ。ああそうだ。両親はいないの。いやいるよ。だけど仕事が忙しいみたいでさ、帰ってくるのは深夜を過ぎてから。だから弟たちの世話は俺の役目だったんだ。アニメだって一度は卒業したはずなんだけどな。卒業したはず。昼間は学校、たまに部活、帰ってきたら晩飯作って弟と妹の相手をする。
気がつけばいつも深夜だった。そんな時だよ、もう一度アニメにハマったのは。何気なしにつけたテレビで少年少女たちが世界を救ってたんだ。ま、粗末な作品だったけどさ、俺にしたら久しぶりの再会だったよ。再会？そう、あの日の俺に。アニメや漫画に夢中だった頃の俺にだよ。そっからだよ、過去の名作とかレンタルしては見漁ったりしてさ。だけど今更友達に言えねえだろ、アニメが好きだなんてさ。そうなのか。ああ、学校で言ったら笑いもんだ。だってオタクは犯罪予備軍だからな。そっか、それで。だから俺は隠してた。だけどもう隠さなくていいんだ。俺は好きなものに正直でいたい。アニメも漫画もトレカも全部だ。だってそれが俺なんだから。俺にもう一度楽しみを与えてくれたんだから。そっか。それにさ、俺に大切なこと教えてくれたやつもいたしよ。誰に教わったんだ？明美さんとか？わからねえならいいさ。え？じゃあ行こうぜ橘。俺たちは俺たちのなすべきことをしにさ。あ、おい、ヤマト！覚醒の時は近いか。セーブポイントって忘れずにしとけって妄想宮ですね。お入りになられますか？あら、イベントですか？少し道草でもいかがです？